棋王戦五番勝負第二局、注目された先手番の渡辺明棋王が、後手番の藤井聡太竜王に対して用意した作戦は、藤井の得意戦法である角換わりであった。11連覇のかかる渡辺棋王は、第一局をあまりいいところがなかった、チャンスがなかった、と振り返っていた。挑戦者に迎えた藤井竜王。先手番で圧倒的な勝率を誇る。第二局は渡辺の先手番、藤井の後手番。渡辺棋王は野球のピッチャーに例えてストライクゾーンに投げるのではなく、その中のズバリこの1マスに投げ込まないと藤井竜王には勝てないと示している。深浦康一九段は、藤井竜王を倒すためにトップ棋士が目の色を変えてきているとコメントしていた。王将戦での羽生九段は、幅広い戦型を投げかけることで王者を相手に横に揺さぶりをかけ、棋王戦での渡辺棋王は深い事前研究を通じた縦堀で藤井竜王に作戦をぶつける。対局場に現れた両者、渡辺棋王はタイトル保持者としての気迫をまとい、藤井竜王はすでに集中し落ち着き払った様子であった。デザスタケイ、大人の将棋ラジオです。解説は深浦康一九段、木村和樹九段。47手目で渡辺棋王は立ち止まり、慎重に読みを進める。木村、 AI で候補手が2四歩と言ってしか示されていないところで考えるというのは少し珍しいことかもしれません。先の展開を考えているのか、場合によっては他の手も考えているのかもしれません。深浦は番組冒頭、冗談で金沢であなたの顔を見たくなかったと視聴者を笑わせる。アベマ指定トーナメントで木村和樹、高野智と深浦光一、佐々木大地のペアでチーム木村が勝利し優勝していた。その放映が先日あったばかりで、辞儀を得た解説棋士ブッキングだ。口調からも仲の良さを感じさせるが、しかし両者は2009年の王位戦七番勝負で向き合っていた。王位保持者深浦の3連敗後、木村は4連敗し、深浦がタイトルを防衛していた。対局前の記念撮影では木村が握手を断り、8月下旬の対局で暑がりの木村と寒がりの深浦がエアコンの空調管理温度をめぐって番外戦もあったのだという。深浦は雑誌インタビューで、その対局以降1年以上気が引けて連絡が取れなかったと述べている。木村が7度目のタイトル挑戦を果たし、豊島将之との激戦の末、ついに王位を2019年に獲得した際には祝意のメールを送っていたとも言う。本局の解説時も2人で中継解説の後は木村が深浦をいつも飲みに誘うと話していた。木村さんと飲んでいても面白くないからと聞き手の新成人女流に冗談を言って笑わせる。藤井猛と行方尚史の2人などを含めてトップ棋士同士の関係性は妙味を感じさせることもある。52手目、先手の渡辺棋王は飛車を3四から角先の1四へと回る積極的な指し回しを見せる。深浦、渡辺棋王の3四飛車はもう穏やかな展開はないかなということですね。まるで私と木村さんとの関係のような。木村、緊張感があるというような。深浦、木村さん、ちょっと休憩中に飲んできたんじゃないの。軽妙な漫才なようなやり取りも盛り込んでファンを楽しませる。62手目、後手の藤井竜王は先手渡辺棋王の6八銀と引く。 AI 時代前であればこれは力技のいい手ですねとすぐ言われるような手に対して長考に沈む。約2時間近く考えた上で、 AI の示す2四飛ではなく4九に飛車を打ち込んだ。この手までの消費時間は先手渡辺が2時間、後手藤井の2時間14分となり、残り時間はほとんど並び、評価値も 50% ずつで互角となった。読む力がないと指せない将棋になっていますね。長考合戦になっていますね。序盤のエジソン田中寅彦による食レポも入り、その模様はヤフーニュースでも配信されている。田中、今日は藤井さん2四ではなく4九飛で人間の手だったと安心しました。息が合っている、呼吸が合っている将棋ですね。木村、人間らしい手ですね。田中、羽生さんの前世時に向かっていって、羽生さんの力に陰りが見えてきたような時に藤井さんが出てきた。いや、ちょっとなと渡辺さんは思っているかもしれませんね。
手が進み、藤井の飛車は9筋を経由し、70手目で8七の地点へと回り、渡辺は銀を打って王手を受けた。形勢が藤井に触れている。渡辺の6八銀と引く手はここに至るまでであまり良くなかったということなのだろうか。ただしソフトによって読み筋や形勢判断も異なることだろう。画面上に形勢や評価値、候補手などが表示された状態で将棋を観戦することが一般的となっている今、棋士にとっては厳しいメディア状況になりつつあるとも言える。対局の棋士だけは評価値を見ていないからだ。しかし数値や候補手が示されることによってビギナーにとっても間違いなく観戦しやすくなった。こうした観戦スタイルに頼るスーパー CPU を積んだ頭脳を持つ棋士には簡単するほかない。木村、少し流れは挑戦者という感じになりました。少し苦し気な表情で渡辺が冷たい飲み物をぐいっと流し込む。木村、読み筋通りこれなら大丈夫というところは藤井竜王、指すのは早いわけです。深浦、こういう展開になってくると持ち時間を使い切った後、暗闇の中でどの手かが正解なのかわからない中、探していくような終盤の切り合いになるのかもしれません。お互いに難問を投げかけ合っているというような面白い終盤戦が見られそうですね。木村、混沌としています。ちょっとよくわからないですね。ただし渡辺棋王はこういうごちゃごちゃした難しい将棋を指しこなしてこれまで勝ってきたわけです。勝ち形が見えてこない大熱戦ですね。一層難しさは増しているような感じはします。84手目、ついに藤井の竜は7号の地点まで回り込み、そして7三の自陣へと戻る形となった。渡辺の表情や仕草も心なしか競り合いねじり合っている充実のようなものも見られる。残り時間が渡辺20分、藤井15分と拮抗してきた。95手目、渡辺が歩が白の桂を打つ。深浦、いやすごい将棋になりましたね。まだまだ難しいですけど。98手目、深浦、藤井竜王の6三玉はいかにもいい手に見えますね。渡辺棋王の3四角が思ったほど効いていないという感じもあります。両者の残り時間はそれぞれ10分を切っている。102手目、深浦、藤井竜王の優勢がやや明瞭になったように思います。104手目、深浦、いやすごいな。これは藤井竜王が少し抜け出した感があります。藤井の手に加速度がついてきたようだ。116手目、86桂打ち。木村、深浦、鳳凰、両者が声を揃えて驚いた。深浦、ここなんですか。一気に藤井が勝勢となってきた。122手目、藤井竜王は角の2枚ロケットを発動させた。藤井は前傾姿勢でピタリと止まり、右手で扇子を開け閉めしながら手を差し進めた。途中あの手もあるのかと思ったか、姿勢を変えるものの勝ちを読み切っているようにも映る。128手目、藤井竜王は盤面を大きく使って角を成り込んだ。深浦、鮮やかな詰みの手順に入りましたね。132手目、渡辺は投了した。2連勝を経て渡辺棋王にとっては11連覇に赤信号が灯る状況となった。藤井竜王の冷静な読みとその精度の高さから棋王位奪取に加速度がついてきたようでもある。充実した内容の将棋で勝利を収めた藤井竜王を、それを渡辺棋王の意地が受け止めきれるかを第3局で見ることができる。